パス。あやみ。さあ、ローテーション入ってて。さあ、マルト。あ、わずかあとワンショットか。このショットで勝負が決まる。さあ、ゴン。アイラルド先に打ったの。こんにちは、ゲームエイトのケイドラです。ではなくて、モンストのプロのケイドラです。ということで、この度ご存知の方多いと思うんですけども、モンストのプロという風になりました。応援してくれた皆さん、本当にありがとうございました。はい、ちょっと真面目な話になっちゃったんですけども、モンストグランプリ2018東海カップにて、日本初のゲームのプロライセンスが発行される大会がありまして、僕たち重心亭一門は大会にてプロのライセンスを獲得し、プロ同士の対決プロフェッショナルマッチにて優勝しました。出場前からたくさん Twitter とか YouTube でメッセージいただいて、絶対にプロになるつもりで練習してきました。約1ヶ月半ぐらいの練習期間をやったんですけど、年末年始を除いた毎日練習をしてきました。今回出場させていただくということで、アボーと一緒に前僕の動画で意気込みを話したと思うんですけども、その時も僕のモンスト人生を全てかける覚悟で戦いに挑むと言いました。で、今回今その結果が、その練習の成果とかが実った結果、プロライセンスを獲得することができたと思っております。もちろん、僕一人の力ではありません。メンバー全員が力を合わせたことによって得た結果なので、アーボー、タックス、ウィズ君には本当に感謝しています。このチームでプロと優勝勝ち取れて本当に良かったと思っております。ここの底からありがとう。はい、ちょっと半泣きになっちゃいました。本当に応援してくれた皆さんとメンバーのみんなありがとう。僕の夢が一つ叶いました。優勝してからたくさんの Twitter や LINE とか YouTube でコメントくれた方、本当にありがとうございました。全てに返事できなくて申し訳ございませんが、本当に全て呼ばせていただいたんで感謝しております。ありがとう。で、次ちょっと話していきたいのは、今ちょっと感謝の話をしてたんですけども、次はちょっとプロについて話していきたいと思います。モンストのプロとは、ということで、プロライセンスを取ったらどうなるのとかいう話を結構聞くんですけども、これは実は新幹線が無料になったり、提携しているホテルは宿泊が無料になったりと、様々なサービスを受けることができます。っていうのは全部そうなんですけど、今回日本初の公認のゲームのプロとして認定されました。e スポーツ側から出てるので、モンストのプロであることは間違いないんですけども、ゲームのプロライセンスということで、日本からの公認のプロというふうになりました。で、今後どのような活動していくかは、本当に誰も分かってないんですよね。日本では初ということなんで、海外とかではこの e スポーツが結構発展しているので、プロがいっぱいいるんですけども、日本は今回、初ということで、僕ら第1号ですよね。第1号ということで、プロとして輝けるステージで視聴者さんにプレイを見せることを、やっていくようなことを聞きました。僕らプロの活躍を見て、僕たちを目指したいって思ってもらえるような活動をしていきたいと思っております。これが本当に合ってるかどうかわかんないんですけど、そのようなことを聞いたんで、仮に今後そういうステージがあれば頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。たかがゲームのプロで何々点だとか言われる厳しい声もあるんですけども、日本で見るとそう思うかもしれないんですけども、もっとグローバル的に見てあげると、本当にその考えは古いっていうわけじゃないんですけども、ゲームでここまでの経済が動いてますし、モンスターって世界の売り上げトップ10に入っているのかなぐらいの本当にすごいゲームなんで、たかがゲームでっていう話なんかではなくて、その規模の話してる方は多分僕の話全く頭に入ってこないと思うんですけども、視野を広げて見てもらえればなっていうふうに思います。ただ今回僕はプロになったということで、僕が言ってること全てが正しいっていうわけでもないですし、まだまだ知らないこともたくさんあります。あと間違いも人間だからもちろんやります。なのでプロとなったことで説得力は増したかもしれないんですけども、僕は僕なんで、僕の意見をこれからも話していきたいし、僕なりのランキングとかも作っていきたいっていうふうに思っております。鵜呑みにせんといてっていう話ですね。僕が言ってたからこれ間違いないとか、僕がこういうふうに言ってるからこれは間違ってない。このショットは本来決まるはずなのに失敗した。プロが言ってたのに失敗した。じゃあこれは僕が下手なんだ。
っていう風な考えにはならないでほしいっていう話です。今池カブドンズのなんとかキララ EL プロにもこの話をされて、僕自身納得したのでこの話をさせていただきました。まあでもやっぱりプロってなったことによって、まあ多分今後メディア露出はチームとしても増えていくと思うんですけども、まあ今回僕らのプレーを見て感動しました。勝利した時のみんなの抱き合いにもらい泣きしましたなど、まあたくさんの意見を聞かせていただきました。まあこれだけ多くの方の心を動かせたことが本当に実感できたので、まあこれもプロの活動としての一部だと思って誇りに思いたいと思います。次、モンストグランプリについて話します。まあ今回モンストグランプリで、まあ、優勝したということでプロになったんですけども、このモンストグランプリに使うアプリはモンストではなくモンストスタジアムってアプリですね。で、こちらの方なんですけども、課金要素は一切ありません。まだ知らない方も多いと思うので説明しますと、まあ、全キャラ、まあ、一部除くんですけども、使用可能で、スタミナなしで永遠と遊べるゲームです。なんかたまに札様の殴り合いとか言われてますけども、もう公平性に則ったルールにて試合は行われてます。ただ、モンストと違う点は、まあ、対戦相手とタイムを競うことですね。まあ、これだけ聞くと一見まあ簡単な話かと思われるんですけども、めちゃくちゃ奥が深いです。まあ、数多くのキャラを使用できるゆえに、まあ、いろんな戦略を立てれて、戦い方もめちゃくちゃあります。まあ、もちろん普通にモンストと同じで、マッチショットやハマりやすいポイントなども存在します。ただ違うのは、まあ、打ち方のテンプレートが存在して、まあ、初期位置はこの辺やから、矢印の先はここに当てて打つとかあるんですけども、本当に様々な細かいショットが必要になって、まあ、僕が以前出した初手集の動画があるんですけども、まあ、それとは本当に比べ物にならないくらい超細かくて繊細なものになります。だから若干のね、初期位置の差によって、狙うところを絶対にこことかいうのを決めておくのがもうスタジアムになるので、まあだから言うたらミスが絶対にしちゃいけないんで、それぐらい繊細なものとなっています。まあ、他にも細かい点いっぱいあるんですけども、ちょっと話したらキリないので、また別の時に話すんですけども、普通のモンストのうまいイコールグランプリで勝てるうまいとは異なってきます。これ僕が思うモンストのうまいなんですけども、壁反射で敵の間に挟まっていくとか、敵の判定理解して、マッチしやすいポイントとかを理解している。ハマるところをしっかり理解している。あと、まあ、HP が危険なので、このタイミングでハート取って、ボスを怒らせないとか、他にもたくさん、めちゃくちゃたくさんあるんですけども、まあ、いかにね、安定して難しいクエスト、爆絶とか、心情聖域をクリアできるかどうかだと思ってます。まあ、その安定してクリアするためには必要となってくる技術ですね。が、まあ、モンストの上手いとなってるんですけども、まあ、グランプリの場合は、ただ単にボスを倒すということじゃなくて、まあ、いかに早く打って、対戦相手よりも1秒、0.01 秒早く打つかっていうのが肝心になります。なので、まあ、グランプリの場合は、常に敵の判定を理解して、まあ、うまく捉えて、素早いショットが必要になります。まあ、時と場合によってゲージ外したり、ゲージ決めたりっていうのが必要になってくるんで、たまにコメント欄でゲージしっかり決めろよとかあるんですけども、あれはほとんどの場合あえて外してるショットとなっています。ゲージを決めることによって、ファンタスティックって出るじゃないですか、グッドとか。あの瞬間に若干のラグが起きてるんで、その時間短縮のためにゲージを外しております。まあ、なのでまあ、瞬時に判断する能力と、まあ、的確に弾く精密さなどが非常に肝心でして、まあ、その細かい時間短縮が勝利に近づくための鍵となるので、まあ、僕らも本番中は意識して弾いてました。試合中の会話とか、この時こういう考えでこう打ったとかはまた別の動画で話したいと思うので、まあ、今週中にあげると思います。まあ、でも本当に伝えたいのは、あの舞台で勝利した時の喜びって、この実際に味わった方しかわからないと思うんですけども、本当にめちゃくちゃ気持ちいいです。もう、ね、アドレナリンが5年分ぐらいドバッと出てるような気がして、試合終わった後、その緊張が取れると、もうすっごい一気に体の節々が痛くなって、疲れが出ます。まあ、それぐらい本当に、熱くなれるものなんで、本当にグランプリまだ出たことないとか出れない方も、出場できるようになれば、ぜひこの舞台で勝利を味わってほしいと思ってます。次、今後の活動について話していきます。まあ、僕の今後の活動なんですけども、これまでと同じく、ゲームメイトの YouTuber として、まあ、その最新情報とか攻略生放送をしていくつもりをしています。イベントごとに呼ばれる可能性が多分今後多々あると思うので、まあ、ちょっと動画の本数が減っちゃったり、毎日動画出せなくなっちゃったりするかもしれないんですけども、まあ、できるだけ
毎日ね本当に上げれるように頑張りたいと思いますので、今後とも応援の方よろしくお願いします。本当にこの度はたくさんの方に支えられて優勝できたと思っております。本当にありがとうございました。感謝しかありません。はい、ここまで育ててきてくださった親と家族、まあ、周りの友達とかチームのメンバーで、たくさんのリスナーの方や Twitter のフォロワーの方、妄想を通じて知り合った方、全てに感謝したいと思っております。本当にありがとうございました。はい、本当に感謝です。また泣きそうになっちゃうということで、今日の動画は終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。まだチャンネル登録おすすめでない方はぜひチャンネル登録と Twitter のフォローの方もお待ちしております。よかったらインスタもやってるんで、そちらの方もフォローしてください。投票してくださった皆さんにも感謝しております。オーブで爆死しないことを祈っております。バイバイ。